光通信工学は光通信システムの基本的な仕組みを明らかにし発展させる学問である。光通信システムは世界で最も高性能の大容量長距離通信システムであり、インターネットの情報連想機能を担って共に発展し、さらに別途ビッグデータを蓄積するデータセンター内などの近距離の情報機器間の接続を果たす機能を持つシステムもあり、 ICT 文明の発展に貢献している。こうした情報伝送には主に各種の光ファイバーや半導体レーザー、そして各種の光デバイスや電子デバイスが用いられ、総称して光ファイバ通信とも言われる。実況中継や宇宙における光通信のように空間伝播交通信もある。孫子の標本を紐解くまでもなく、情報収集、通信は、 人類社会の最大の関心事の一つである。BC500 年のダリウス大王は太陽光の反射による点滅で緊急通信網を作ったとされている。情報を簡便で正確に記すためにギリシャ人は BC700 年に26文字の母音と死音からなるアルファベットを発明して公益に活用し、ひいては世界の情報を収集、記録し、 その集積をもとに科学の手法を発明し社会の革新に影響を与えた。1450年頃、グーテンベルグは中国の印刷技術を改良して活版印刷技術を発明し知識の蓄積と拡散に貢献した。そして1791年にはシャップは手旗信号のような売れ着、電信を発明した。百三十七年頃には モールス記号が発明されて電信が普及し、1971年頃までには電信が世界をつないだ。1876年には電話、1896年には無線通信が開拓された。初期の電波は火花放電のようにスイッチオンでパッと出てすぐに消えてしまう減衰型であった。 これに対して1906年にドホレイにより三極真空間が発明され、電波が増幅されて定まった周期で、ピーク値の大きさが一定値に保たれる非減水型となり、持続的振動が実現されるとともに、電気信号が増幅されるようになった。こうして、それまでの減水振動型の電磁波から持続振動型の電磁波を駆使する高度な通信技術の基盤が築かれた。 1947年のトランジスタの発明はこれを助長した。ついで現れたレーザーはこれを一層高めた。一方、伝送炉については、光ファイバーの開拓に追うところが大きい。ガラスの利用が始まったエジプトでは、ガラス細工の際に、光がガラス棒で導かれることが知られ、14世紀のベニスではファイバフラワーが販売され、 このような原理をもとにガラスファイバーにより光を導く実験が1930年頃のドイツのラムによって行われた。1953年にはオランダのバンヒールらによってガラスファイバーを芯としてその周囲を別種のガラスでコートした現在のクラッド付き光ファイバーの原型が考察された。しかし当初は1メートルの長さで光の強さが数分の1に減少するほど 損失の大きいものであった。さて、1917年にアルバート・アインシュタインは原子の誘導放出の概念を提案し、1953年にヤーノス・フォン・ロイマンは半導体の PN 接合に電流を流して光を増幅する発案をして講義などで明らかにした。さらに1954年にレーザーの原理となったマイクロ波のメーザーが出現し、 1958年には、アーサー・シャウローとチャールズ・タウンズは、光メーザーを着想した。こうして1960年に、ヒューズ社のテオドール・メーマンにより、ルビーレーザーが実現し、1961年には、ベール研究所で、HE ・ NE ガスレーザーが、そして1962年になって、ガリウムヒ素などを用いた、半導体レーザーが、パルス動作ながら、 米国の4研究機関から報告された。レーザーを用いる光通信の最初の実験は、1961年に、米国ベル研究所の空間伝播として行われた。ついで、1963年5月に、末松康春は学生たちを導いて、東京工業大学の全学祭の研究室、公開行事において、世界最初の光ファイバ通信の実験を行った。 その後、レーザーからのビーム状の光が空間を伝播する様子の理論的基礎が作られていった。1968年に分布施設立動波炉の核モード群速度が等しいことが明らかにされた。1966年にイギリス STL のチャールス・カオラは石英ガラスの不純物を除去すれば損失が下げられることを具体的に提案した。1968年には 日本板ガラスの北の一郎及び日本電気の内田定時らにより二重ツボ法によってセルフォックファイバーが開発されたが不純物除去は困難であった。そして1970年にはアメリカのコーニング社のモーラーらは CVD 法を開発して光ファイバーの低損失化を達成しそれまで数千 DB、キロメートルあったものが0.6328 マイクロメートルの可視光で20デシベル、キロメートルにまで画期的に減少した。その後、ベル研究所のジョン・マク・チェスニラは1972年に m c v d 法を開発して一層の極損失化の可能性を示した。遡ること1967年には半導体レーザーでは極めて高い数ギガヘルツの周波数まで直接に変調できることが明らかにされた。 1970年に、アメリカノベール研究所の林イズオラは二重ヘテロ接合のアルッチス・ギャス結晶を用いた波長0.85マイクロメートルの半導体レーザー、室温連続発信を達成した。国の秘密で明かされていなかったが、それとは独立に、ソビエト連邦においても、ゾレフ・アルフェロフラが1969年に達成していた。 これらの成果はそれまで一部の基礎研究者に限られていた光通信技術の研究が産業界に波及する引き金となった。しかし、これらの半導体レーザーはまだ多くの問題を抱えて、利用は限定的であった。光ファイバ通信の本来の特徴は、大容量長距離通信にあるとの考えを持っていた末松康春は、光ファイバの最低損失の波長体で動作し、 安定した単一の波長を保ち、しかも一定の範囲で波長が変えられる、動的単一モードレーザーを1972年に示唆し、しさし1974年に、その単一、波長共振機を提案した。そして、1973年に、ドナルド・ケックラは、シリカファイバの損失は、赤外の超波長帯1.4から1.8マイクロメートルのどこかで最低損失になるのでは、 ないかと示唆した。末松安春は、上述の動的単一モードレーザーの実現のために、まだ未確定ではあったが、将来の最低損失波長帯の超波長帯を、想定して、超波長帯ゲイナスプ、インプレーザーの実現を目指して、研究を進めた。そして、その間に次第に分かり始めてきていた、シリカ系光ファイバの最低損失の一点を、マイクロメートル体における、 レーザの室温連続動作を九百七十九年に達成した。同年に NTT の宮鉄哲夫、照沼幸夫、そして宮下忠志が極低損失高ファイバーの試作に成功し、最低損失波長帯が一1五五マイクロメートル帯にあることが確定された。他にも同年に KDD、NTT、そしてベルケンの三カ所で一1五マイクロメートルレーザーが、 達成された。この間に、光ファイバーの材料分散がゼロになる波長が1.3マイクロメートル帯に存在することが指摘された。そして、東北大学の川上明二郎らは、1975年に、クラッドの形状を変えれば、伝送容量を制限する電波定数の分散が、例になる波長を変えられることを指摘した。そして、シリカファイバーの伝送損失が、 企業の努力で顕著に低下した。すなわち、1976年に NTT の堀口らと藤倉電線の幼いらによる0.47デシベル、キロメートルを発表した。他方では1977年に光ファイバの低価格化に道筋をつけた連続製造法のバッド法が NTT の伊沢達らや住友電工などを中心に開発され、 光ファイバ低価格界の道が開かれた。1980から1981年に1.5から1.6マイクロメートルで働くインゲアスプ TNP 結晶系を用いて、末松安春が東高大の研究室の諸君の協力を得て、高速変調下でも安定な単一モードで働く動的単一モード半導体レーザーを実現して、 大容量長距離光ファイバ通信への端緒とした。ついで動的単一モードレーザーが一応分布 DFB レーザーとして KDD や NTT で実用化され、大容量長距離光システムの研究開発が始まった。なお、その後に末松康春と小谷和人らが実現して1984年、初頭に報告した位相シフト分布反射器レーザーが、 温度度調の動的単一モードレーザーの代表例となり、長距離用の標準レーザーとして、現在世界的に広く用いられている。随一大容量長距離伝送用の波長領域多重システムや、立ち変調などの変調スキーム、そして光増幅などが進歩し、インターネットの進歩を支えて光通信の発展を促した、この大容量長距離の機関網や海底ケーブルでは1.55。 マイクロメートル帯の動的単一モードレーザーや単一モード光ファイバから構成されるシステムが用いられている。随一は1977年に NTT の三木哲也らによって始められた波長領域多重高ファイバ通信システムの現代における仕組み例を示している。単、中距離のネットワークには材料分散が小さくなり、 レーザーの温度特性が良くて使いやすい1.3マイクロメートル帯が、そして短距離の欄、データセンターやインターコネクタなどには0.85マイクロメートル帯のベクゼルや FP レーザー、そして多モード、光ファイバなどからなるシステムが用いられている。さらに2007年頃から利用されるようになった。 インターネットに接続できるスマートフォンは情報端末が人と共に動く携帯型で光で送られる情報は最終段階では電波により利用者や移動体などに達するようになり情報活用の利便性と情報の収集性とが飛躍的に広がり情報通信文明が花開いた光通信は動的単一モードレーザーや 極低損失光ファイバなどが開拓されて1980年代後半から光ファイバ通信として著しく発展しインターネットの発展を支えビッグデータの収集に用いられるなど現代の情報通信技術社会の基盤技術となっている。また近距離の空間伝播や雨や霧に妨げられない宇宙空間の長距離光電送も進展している。 こうした光通信を学術的に支え、発展させているのが光通信工学である。光通信工学では、マクスウェルの電磁気学やガラス材料などに基礎を置く、光導波論や光導波論、シュレーディンガーの波動力学などの量子力学や、半導体、光学結晶などの材料に基礎を置く発光と、半導体レーザー、通信用半導体レーザーと光増幅や、 発光デバイス、受光デバイス、光ファイバの基礎特性や、伝送特性、光ファイバケーブル、光変調器や光スイッチ、合わせ波、分波回路、フィルター、アイソレータ、分散保証、通信、情報理論やネットワーク理論、そして、電子回路などに基礎を置く、変調の方式、高多重化方式、光通信ネットワーク、情報の記録や保存、インターネット、 暗号理論や認証、暗号化、解読、コンピュータ、通信ネットワーク、ビッグデータ、そして情報通信産業論、ネット連携社会論など、広範な学問分野が展開されている。ありがとうございます。